Hello, everyone. This is my diary. I'm Rosa from Japan. ちょっと待って、英語で話す必要性あるかまあ、日記です。うん、これは日記です。私は、これから、障害者学か、一般枠か知らんけど、うん。即、 働きたいい。と思ってます。はい、だけどねまああの何だろう4日くらいいろいろな会社に申し込んだりしてますけど申し込むってなんだ応募したりしてますけど全然受かりませんねというかいろんな、まあ、かなり多量な会社に申し込んでるんですけれどあの、反応がないですはい、まあ、多分あと 私27歳で職歴なしなんですけどなんで職歴ないのか分かりましたなんでかっていうと、えー、そう週30時間以上働いていないのにあの履歴書にバイトの経験を書いたりしてるからです 書かなくていいって私いりませんでしたしはいしかももうそもそも大したバイトに受からないんですよね私なぜかそれが原因でした今までもう過去何,何年間も受からなかったっていうのもねはいんでか分からないですよはい何の犯罪歴もないしなんででしょうかって思うんですけど バイトに受かっていればまあよかったんでしょうけどバイトを受からないのはなんか話でしょうかねまあこういうふうに話してくださいみたいな決まりがあるんでしょうねそれはおさら調べてなかったんでしょうまああのなんだろうあと発達障害だと発達障害がある人は 自分のこと障害って言いたくないですけどね。ニューロディバージェントって言いますけど、ニューロディバージェントの人は、まあ、受け答えが普通と違うというか、やっぱり特化している部分があるんですよ。例えば、ゲームで例えばいますよ。あの、普通に汎用型にゲームができる、汎用型で、あのゲームが何でも何、どの種類でも、まあ、あ,あ、そこそこできる人と、 あと、うん、うん、あるゲームに特化している、例えば FPS11 ゲームとか、シミュレーションゲームとかに特化している人とか、あと、ある農業シミュレーションとか、あの、頭の考えてる内容が全く違うじゃないですか。で、その上で、あのー、はい、あとは分かりますよね、はい。 話ががわないわけですよね特化してるる部分があるとそういった理由でよりあのアドバンスドな何かを私は持っていたはずなんですけどそういうスタンスで私もいるんですけどまあそうだとアルバイトは受からないかもしれないんですよね。なかなかと話し過ぎたかもしれないん今日知りません今日は。でまああの 受からないわけですよだ,だけど履歴書から無駄なものを削除したんでまあ大丈夫でしょうって感じですかね。です。オファーオファーっていうのはあのフランス語でじゃあねってことです。